英文庫補助2号です。今日は月曜日なんですけどもね、昨日ちょっと暑すぎたんでですね、今日今30度あるんですけども、なんかすごい涼しく感じるんですよね。風もだいぶ今日冷たい感じですね。ちょっと今日は窓を開けて走行していますけどもね、昨日はちょっと暑かったですね。なんか今年一番暑かったんじゃないでしょうかね。今日はそれでですね、先に、今12時半過ぎたんですけども、先に散髪済ませてしまいまして、午後からですね、ちょっと病院の方に行ってこようかと思ってますね。こちら、建物が建ってきましたね。左手の方、工場が建つんですよね。川焼きなんでですね、市内方面はちょっと危険なので、今日はあまり行かないようにしますけどね。空いてるんですね。バイパスちょっと危険だと思うので、そこだけは行きませんけどもね。花火が夕方上がるんでですね、なんか見に行く方が多いんですよね。
が差してきましたね。ちょっと先ほどまで曇ってたんですけども、病院2時間なんで、まだ十分余裕あるんですけどもね。あ、大丈夫そうですね。それではこちらでカットします。失礼します。はい、エモコ橋本です。ではあとイオンのですね ATM の方に行ってきますね。あ、これ5月号ですね。5月の乗り合いタクシーなんですよね。あ、今日はだいぶ短く切ってもらいましたね。2センチくらい切ってもらったんですよね。怖いですね。はま寿司さんですね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。アスファルトの照り返しがかなり強くなってきたんで、エアコンつけましたね。お祭りなんで、浴衣姿の方が多いですね。これから病院の方ですね。ちょっと早いんですけども、受付だけ済ませておこうかなと思ってますね。
でこちら突っ切ってた方が近いかもしれませんね。なんか着く頃に冷えそうですね。
ってきましたね。あとはちょっとやってなさそうですね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。はい、僕はシロニゴです。今日はですね、午後は臨時休診ということで、ちょっと来たんですけどね、木曜日しかないですね。木曜日はちょっと午前中に、行こうかと思いますけどね。川辺は綺麗、おそらくあれですね、車が混むんで休止にしたんでしょうね。で、今日は、これからあとスタミナ太郎さんの方に行こうと思いますね。そのルートがなんか一番安全牌かもしれませんね。信号があるので。出ちゃったんで、結構出るまで時間かかっちゃいましたね。向こうに行く分にはいいんですけどね。それではこちらでカットします。失礼します。はい、僕は始まりごです。今日は久々に食いましたね。
ね、あと今日病院行けなかったんで、久々にちょっと温泉行ってみようかと思うんですよね。今日はちょっと市内混むので、ちょっとですね、篠崎から離れまして、幕屋町の県境のあたりですかね、行こうと思うんですけども、だいぶいいですかね。昨日の夜ですね、ここは坂の上まで車が大渋滞してたんですよね。河北インター下り線出入り口変更になりましたとありますね。変更したところも見ていきたいんで、ちょっとルート変更でですね、情報の里ですね、双子の湯の方に変更ということで、なんか昨日あたりなんかイベントあったみたいで、帰りですかね、なんか観光バスが 2,3 台そうですね、県外ナンバーの車が結構この辺走ってたんですよね。で、ここは左折と直進となってるんで、知らない人は左車線の方走っちゃうんで、真ん中の車線にですね、なんか車が 入るためにこの辺渋滞してたみたいですね。私の場合、温泉入るっていうよりもサウナに入ってる時間の方が長いんですけどね。今日ちょっと久々に汗かきたいなと思ってたので、
できたんですけど、行きやすくなったんですかね、こちらだと。遠回りになっちゃいますね。ぐるっと回る感じですね。
体緩和なんでしょうかね。なんかかなり遠回りになっちゃった気がしますけども、縄文座の付近がガスってますね。はい、それではこちらにカットします。失礼します。ショップ2号です。まあ、久しぶりにちょっと音声入ってみたんですけど、まあ、よかったですね。ちょっと天気が怪しくなってきたんですよね。
前の車のレンタカーですね。三陸混んできましたね。渋滞ですね。花火6時から上がりますからね。だいぶ日差しが弱くなりますね。2度くらい下がりましたね。線の踏切ですね。ここも家が立ちましたね。
行きました。晴れてきましたね。セブンイレブンさんで終了ですね。それでは失礼します。お疲れ様でした。